皆さんこんにちは、心理カウンセラーの成田健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、少し前に厚労省が開いたアドバイザリーボードの会合で、出てきたテーマの一つなんですが、新型コロナウイルスの重症化率、致死率がですね、なんと季節性のインフルエンザの重症化率、致死率とほぼ同じかそれ以下に、なってしまったというテーマでお話をしてみたいなと思います。はい、その前に1点、ご案内なんですが、たびたびですね、ご紹介させていただいております僕の、カレンダー、手書きのですね、カレンダーがあるんですが、毎年これ作らせていただいております。本当に、たくさんの方にご注文いただきまして本当に本当にありがとうございます。まだですね、少し在庫がありますので、年内発送可能ですので、もし興味がある方がいたら、概要欄にリンク貼っておきますので、ご注文いただくと嬉しいなと思います。はい、ということで早速本題を入らせていただこうと思うんですが、今日のテーマはですね、ちょっと試験的な意味も踏まえてですね、ちょっと YouTube 上でお話ししてみたいと思います。日本経済新聞に12月21日の記事でですね、このようなタイトルで記事が載っていました。コロナ重症化率インフル並み、厚労省が分類見直し議論ということで、載ってたんですね。先ほども言ったように、21日に開かれた厚生労働省の、助言組織アドバイザリーボードの会合で、そのようなデータが出ました。はい。で、実はこの内容についてお話しすることは基本的に YouTube 上ではですね、誤った医療情報として、削除対象になるテーマなんですね。これちょっと見えますでしょうか。これ YouTube のですね、ポリシー、医学的に、COVID-19 の医学的に誤った情報に関するポリシーというところに、まあ、いろんな、ね、こういうこと話しちゃいけませんよというのがあります。その中で、ですね、COVID-19 の存在を否定するコンテンツということで、その中にね、ここ、COVID-19 の死亡率が風邪や季節性インフルエンザの死亡率、よりこれである、以下であると主張することだったりとか、感染性が風邪や季節性インフルエンザの感染性以下であると主張する。これはね、基本的に、こういうことを言うと、誤った医療情報として、削除しますよっていう削除対象になるんです。で、今までもね、いろんなデータの見方があって、そのようなことを話すと、基本的に、消されていくっていう現状があったんですが、実は今ですね、この厚生労働省が開いているアドバイザリーボードだったりとか、もしくはそのいろんな自治体とかね、その県が出しているそれぞれのデータだったりとか、まあ、少し前で言うと僕が動画にさせていただいた茨城県がですね、政府に早く5類にしてほしいという提言をした資料がありました。あれ非常に素晴らしい内容だったんですけれども、そこで茨城県のデータを示していたりとかね、それで、いろんなデータがですね、今オミクロンになってですね、実は季節性インフルエンザと新型コロナウイルスの致死率重症化率っていうのはもうかなり、いろいろ昔と変わってきてしまったということがあるんです。なので、これ YouTube 上ではね、これ、誤った医療情報というふうに、まだですね、載っているんですが、実はもう厚生労働省に載っている資料がですね、もうそっちになってしまってるんです。追いついてしまってるんですね。で、これはですね、誤った医療情報になるのかどうかっていうね、本当に非常に不思議な感じが今しているんですが、ただね、やっぱり怖いです。怖い、削除対象になるかどうかっていうのが非常に怖いので、今日はですね、この日本経済新聞の、この記事をですね、読まさせていただきます。記事を読むだけの動画になります。僕の意見、考え、思いは、ちょっと置いときますので、それで情報をシェアしてですね、それぞれで考えていただければなというふうに思います。多分それだったらいけるんじゃないかなというふうに個人的に思っています。まあ、ただセカンドチャンネルが最近立て続けに2本削除されましたのでそのうちの1つはですね、結構厚生労働省のデータを元に話してるやつなので、まあちょっとね、まあどこまでがどうなのかわからないんですが、ちょっと読んでみたいと思います。タイトルがコロナ重症化率インフル並み、厚労省が分類見直し議論、12月21日の記事になります。厚生労働省は21日、新型コロナウイルスの重症化率や致死率の最新値を公表した。
2022年7から8月の感染者のうち重症化した人の割合は60歳未満で 0.01%、 60から70代は 0.26%、 80歳以上が 1.86% で、季節性インフルエンザとほぼ同水準だった。政府が検討する感染症法上の位置づけ見直しの判断材料になる。厚労省が21日に開いた助言組織アドバイザリーボードの会合で示した、まあ、このデータを示したということですね。インフルの重症化率は60歳未満が 0.03%、 60から70代は 0.37%、 80歳以上は 2.17% だった。新型コロナの致死率は60から70代が 0.18%、 80歳以上が 1.69% で、いずれもインフルの 0.19%、 1.7% と大きな差はなかったということで、こちらがこの表になります。重症化率、致死率、60歳未満、60から70代、80歳以上という3つに分けられていますが、これ、左右比較していただくと分かると思うんですが、重症化率、致死率とともにですね、季節性インフルエンザよりも低くなっていますよね、データは。データね、これ厚生労働省のアドバイザリーボードの会合で示されたデータをもとに、作られております。コロナの重症化率は21年7月から10月には60歳未満で 0.56%、 60から70代で 3.88%、 80歳以上では 10.21% と高かった。オミクロン株への置き換わりや医療対応の改善などで低下したと見られる。新型コロナの重症化率は石川、茨城、広島の3県のデータを用いた。インフルは17年9月から20年8月の記録をもとに算出した。感染症法は新型コロナを新型インフルエンザ等感染症に分類する。政府はより低リスクな5類相当などに変更することを検討している。まあ、検討しだしてもう早どれぐらいになるんでしょうね。もうかなり、時間が経っておりますが、専門家の中にはインフルとの単純比較では不十分で、コロナの感染力の高さや合併症、後遺症を加味してリスク評価する必要があるとの意見がある。厚労省は23日に開く感染症部会でも位置づけ変更の議論を始める。医療体制への影響が焦点になる。感染規模拡大による死者増にも留意するという記事になっています。はい。まあこれがですね、もう厚生労働省のアドバイザリーボードで、出てきている、資料データになっています。ただしこういうことを言うと、一応今のところはですね、まだ今後変わってくるかもしれないんですが、 YouTube の規約ではですね、それと比較して、何々だということは、基本的には誤った医療情報としてなってしまうんですが、今現実がですね、もうそこに追いついてしまっていて、なかなかですね、この辺がどういうふうになっていくのかなと、ちょっと合わなくなってきていますよね、誤った医療情報の内容がですね。はい。ただまた話しすぎてしまうと、怖いので、一応今日はですね、日本経済新聞の、内容をシェアさせていただきました。皆さんはどう思いますでしょうか。今のところですね、日本のとしては一類二類相当の枠組みに入っています。入っていて、まあよくね、最近では5類相当にもするべきだとかね、もう5類すらも解除するべきだっていう声もありますが、やっぱり専門家の、一部の先生方は、いやまだ時期尚早であるとか、あとはウイルスがね違うので、季節性インフルエンザとコロナ違うので、その比較するものじゃないっていう意見があったりとか、まあ、いろんな意見が出ておりますが、今現在この出ているこの致死率、重症化率のデータというのは、この数字になります。なので、まあ、客観的に見てですね、いろんなことを判断する材料にしていただければなというふうに思います。ということで、皆さんまた会いましょう。バイバイ。